レンです。エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です。最近僕らに共通の口癖があるじゃないですか。え、何 美味しいもの食べたいっていう。ああ、それは毎日言ってますね。毎日言ってる。ことあるごとに、いや、なんか美味しいもの食べたいなっていうのが最近の僕らの口癖だと思ってて。<laughs> まあ、特に君ね。<laughs> <laughs> いやもう何が幸せってやっぱ食べ物をね、食べてる時がね、最近すごい幸せだなと思って。 やっぱ疲れた大人にはさ、美味しい食べ物が必要だよね。うん、そうそう。なんか大人になったなっていうてて。本当にそう。なんかちょっとお金かけてもさ、<laughs> うん、あの、美味しいもの食べたいってなるよね。そうそうそう。最近食にちょっとこだわろうっていうね。うん。意識の変化があって。<laughs> あ、そうなの <laughs> そんな感じなんですけど。だから、ちょっと美味しいを追求したいんですよ。うん,うん。大人なんで。大人なんでね。うん。なので、ちょっとね、美味しいことについて、 めっちゃ語れるゲストの方をね。<お>今日はちょっと呼んでおります。誰でしょうかはいで。そんな食べ物の話をね、はい、ひたすらしているポッドキャスターの方に来ていただいてるんですけども、食を面白く学ぶ食べ物ラジオから、武藤太郎さんと武藤拓郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ますじゃあ最初に声がわかるように。 太郎さんの方から自己紹介お願いします。はい。食べ物ラジオの武藤太郎です。よろしくお願いします。同じく、食べ物ラジオの武藤拓郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずね、兄弟でポッドキャストやられてるっていう。だいぶ珍しいですね。<laughs> 珍しいですよね。そうですかあの。います他に。相当仲良くなきゃできないですよね。<laughs> はい、私絶対弟とやりたくないですもん。<laughs> <laughs> 絶対か。<laughs> そうかもしれないですね。うん。会社を一緒にやってるっていうケースもそうたくさんはないかもわかんないですけどね。うん,うんうん。うん、で、お二人は兄弟でしかも料理人やられてて、で、その二人が食べ物の話を食をエンタメっぽく語るポッドキャストっていうことで会ってます会ってます。<laughs> <laughs> 僕らの科学を食に置き換えたら食べ物ラジオになるっていう。あそっか。僕は勝手にそう思ってるんですけど、ね。<laughs> <laughs> そう本職料理にされてるっていうことで。え、それは、あれですか、あの、うん、親の料亭を継いだみたいな感じなんですかはい、その通りですね。へぇ<ー>、はい、なので、師匠は父です。すごい。なんか、相当、ご両親の仕事ぶりが輝いていたからこそ、やりたいなってなったパターンじゃないかなって思ったんですけど。<laughs> いや、どうかななん <laughs> か料理人になりたいと思ったことあるない。 多分。はい。僕もないです。なん <laughs> <laughs> でなで <laughs> 気づいたらなってたみたいな。気づいたら、いや、な、なるとかならないとかではなくて、なんか、まあ自分で仕事やろうかなと思って、まあお店やってるんで、とりあえず料理屋としてやろうかなみたいな。なんだろうね。俺、あんま就職まともにしたことがないんだよね。なんかちょっと意味がおかしくなっちゃうけど。 ちょっとクリアに話をすると、うん、僕と弟がえとが一緒なんですよ、うん、年が離れている,てるえじゃあ12歳差はい12歳違うんです、えー、で当然ですけど僕が社会人として働いてる頃まだ彼は高校生だったりするわけですね、うんはい、でその頃に僕がサラリーマンをしていて当時はもう料理なんか絶対やりたくないと思ってたんですけどで、えー、そういう社会人生活の中で やりたいことが見えてきて、えー、独立をしようということを考え出したんです。それは料理以外のことですか料理以外ですね。<理>なんならブライダルのことをやろうと思ってました。ブライダルこれ、これまでお世話になってた、最近まで。最近すごいブライダル業界にお世話になりました。<laughs> はい、プラちゃんの話とかすげえ共感してましたもん。<laughs> プラちゃんの話。プラちゃん。ウェディングプランなのね。で、やろうと思って、その土台になる株式会社を建てるのってなかなか手間がかかるので、 どっかの会社に入り込むかその廃業しようとしてるとか、えー、後継ぎがなくて困ってる企業とかがあったら、まあ、MBA じゃないですけどあの買わせていただいて立ち上げた方が早いというふうに考えて当時はね簡 でそしたらよくよく考えたらうちの実家がまさにそれに該当するということが分かって跡取りがいなくてこのまま行くと廃業せざるを得ない店あ,あるじゃん地元に、うん、っていうことになって<ー> <laughs> じゃあ親父会社譲ってって言ったら、うん、売ってやってもいいけど料理ちゃんとやるんだったらやるよみたいな話だったんで会社を受け継ぐ条件が料理をやることだったんですよ。じゃあもう料理作る会社 <laughs> しないといけない。<laughs> はい。<laughs> な,るなるほど。なるほど。もう覚悟決めるかはい、はい、みたいな感じで、それで始めました。え、じゃ、その時は結構、その料理が得意だった。りは、やっぱりしてたんですか。僕は小学校の頃から、店の手伝いをしてはいたので。それなりに、同級生と比べれば、得意な方だったと思いますよ。うん。はい。ね、拓郎さんもやられてました。そうですね。料理は、なんだろうね。なんか、一人暮らしで、よくご飯を自分で作ってたら、いつの間にか人が集まってきて、タダ飯をたかりに来るより。 やからいっぱいいたんで、まあ、好きな方、好きな方だったんでしょう。上手い人じゃなきゃとかならないですね。なんかね、仲のいい友達がワンサカとシチューやら何やら食べに来てましたよ。ええ、やっぱ美味しかったって。僕はたの、来てとは頼んだことはないです。でも、ご両親が料理人だったら多分、下のレベルも上がるんじゃないですか。だからやっぱり美味しいものしか作れないし、美味しいものしか食べれないみたいな感じ。 んですかどうなんだろうね。でも,も、全然俺、あの、マックとか、そういう、ファーストフードで全然食べないとかじゃなくて、むしろ結構食べる方で、僕なんか結構ご飯いっぱい食べるんで、安くて量の多いもの、<や>とにかくコスパの良さだけを見てます。<laughs> 割かしい。いや、タクが。すごく共感しますね。共感しますね。タクがいるかいないかでご飯を炊く量が変わりますからね、大幅に。<ー> <laughs> そんなに食べるはい。そうだね。 一日だと、今、通常で一日三合ぐらいはご飯を普通に食べるので。すごいちょっとあの、お腹減ってるなって日が、一食で1.5合。 とかお米が <laughs> それは相当、うん。江戸時代の人。<laughs> 好物がね、あの、僕、チャーハンなんですけど。うまいっすよね、チャーハン。いいね、チャーハンってなんか無限に食べれる気がしません、ね、いや、わかりますね。わ<で>かる。もチャーハン大好き。<laughs> なんで、ノーマル大体2合ぐらい食べるんですよ。チャーハンだと。<laughs> めちゃめちゃ食べるなノーマルで。<laughs> 学生の時で変化してるや,やも。一食3合から。 今、1.55ぐらいまで減ったので。一食3合やっい一食3合はすごいですね。本当に一回炊いたらね、うちの炊飯器3合だかそうそうほど。丸々みたいな。丸々。そう。確かにその、ありましたよ僕も3合三合炊きだから、1日2から2.5回くらい炊く。毎食。もう一人暮らし用の炊飯器じゃ足りなくなりますね。無限に炊いてたんで、 で、考えたのが、あの、焼肉屋でバイトすれば、あの、お米いっぱいあるわ、と思って、焼肉屋でバイトを始めるっていう。食べるために。食べるために。カフェグ以前にちゃんとあの、まかないで大量に食べれそうなんで、ろって選んだら、もう焼肉屋があったんだよ。確かに。そう、賢いですよね。でも結構ある気がする。まかないでバイト選ぶパターン。ああ、いや、大学生あるあるな気がする。そんな感じですね。どんな感じやねんってな。 いやでもしかも二人で最終的に料理人になって、ポッドキャストをやろうってなるのもすごいと思うんですよ。うん、ポッドキャスト弟とやりたくないよねやりたいいや、やらない。よね。<laughs> <laughs> まあでも歳が離れてるからっていうのもあるのかもしれないですね。 12歳離れてたら、やっぱ関係性も普通のなんか2歳差とかよりは違うんじゃないですかうん。どうやって始めたんですかもともと食べ物ラジオで話すようなネタというか内容は普段から調べていて、うん、よく厨房で僕が話をしていたんですよ。うん。だから、それを横で聞いていた、まあ、妹が一緒に働いてるんですけど、なんかそれもったいないよね、みたいな話になりに。<laughs> じゃあ、それ YouTube でやればって言ったんですけど、なんか YouTube ダメだったんだよね。なんかね、YouTube、なんか、早々に諦めたよね。<laughs> うん。撮ったけど。なんか、いまいち性に合わないなっていうのもあって、うん、で、よくポッドキャストは聞いてたから、<laughs> あ、じゃあこっちかなっていうので、でそんなので始まったので、なんか、いつもの会話を、もうちょっとまともに整理して喋ってますみたいな、うん、そんな手ですね。ずっと喋ってるもんね、うちらね。うん。結構、共感するとこありますけど、僕も、 やろうと思ったきっかけ、割と実験室で飛び交ってる会話とかを、うん、なんか、もったいないなって思ったのは結構あったんですよね、始めるときに。あじゃあ一緒だ。同じかもしれない。<laughs> <laughs> 研究者の中でよくわからん会話は、でもこれ結構面白いから、世の中に出したら面白いんじゃないみたいなのがあって。で、ポッドキャストも聞いてたしね。そう、ポッドキャストも聞いてたんで、そういう研究者が喋ってるやつっていうので。うんうん、厨房か実験室かっていう。<laughs> <laughs> そこまで一緒なんよね。<laughs> はい、まあ、白衣着てそうっていうところでは一緒かもしれないですけどね。<laughs> <laughs> 白衣着てるし、白着てるの確かに。栗 <laughs> がすごい。<laughs> 雑。いや、でも実験って、料理と実験は共通ってめっちゃありますもんね、やっぱ。ドクターストーン、漫画見てると、なんか、もう無限に地道な実験を繰り返すって、うんうん、あ,あ料理と一緒だなとか思いますもんね。んいやー、ー本当に、美味しいを求めるトライアンドエラーですよね。<laughs> はい 確かに。<laughs> よく実験できる人は料理できる人って言うもんね。んうん、ゆうゆう。はあはあ、教授でも料理うまい人結構聞きますね。そうなんですね。なぜか。何か共通するのがあるのかもしれない<笑><笑>、まあ。マニアックだからね。もっともっとその料理も研究もきっとちゃんとやろうと思ったら。ああ、確かに。こだわりとか。うん。 多分気になっちゃうんでしょうね。なんでこれこうなったんっていう。な、うんでこれ入れたらこの味になったのっていうとかね。<ー>多分その辺がなんか似てるんじゃない、えー、うん。まあ、でも料理って美味しいっていう明確なゴールがあるじゃないですか。<laughs> はい。はいはい。<laughs> <laughs> え、でもさ、一つじゃなくないなんか美味しいでもいろんな味あるじゃん。だからかこの味とかさ、あの味とかさ。うん、なんかもしかしたら調味料を入れるステップによって、どこ、どこのステップで調味料を入れるかによって味とか変わってくる可能性とかもある。 じゃないですか。多分。うん。確かにね。そういうのを全部考えてたら、まあ、美味しいを目指すのもそうですけど、いろいろ考えるポイントがありそうですね。ね、食材の使い方とかもいっぱいあるし、確かに切り方とかも多分ありそう。そう。っていうのを突き詰めると、その食材の歴史まで気になってきて食べ物ラジオで喋ってるような、<laughs> はい。ごまだけで十何回喋るみたいな、<laughs> <ー>そういうポッドキャストが生まれるっていう。<laughs> <laughs> そうですね12回ぐらいえっとごまは19はやりました <laughs> 19? すごすぎるうちの番組も基本週2配信を目指してたまに週1になるくらい配信数なんですけど2023年に取り上げたシーズンが3シーズンで終わりました <laughs> <laughs> えその3つって何ですか砂糖とそばとごまこれで1年間終わりましたあー <laughs> すごい、ね。すごい。え、<れ>でも、砂糖ってめっちゃ奥が深そう。砂糖 <laughs> <へ>深そうだけど、1年間は、はその3つで1年間喋れってる無理だな、俺。しかも、週2配信で。う持たないな。<laughs> すごいな。すごい。<laughs> 今年はもう少し、あのい、いろいろやりたいと思ってます。<laughs> <laughs> まあまあ、そういう、ね、食べ物をひたすら深掘りするってポッドキャストやられてるお二人ですけど、はい、最初に僕らも喋ったんですけど、美味しいに興味があってすごい。うん、美味しいという感覚。これ、僕らにそうなった素晴らしい化学反応だと思ってるんですけど、だからそういう美味しいっていう感覚を、なんかハックしたいんですよね。<う>ハッキングのハックですかそう。 どんなものでも美味しいって食べれる人生って幸せじゃないですか。はい、そう思います。<laughs> だから、その感覚をコントロールできたら、めっちゃ幸福になれるんじゃないかと思って、なんか、ちょっとやばい話に聞こえるかもしれないけど、こうやって言うと。ああ、じゃあ、<laughs> そんなに普通のものでも美味しいって感じたいってことですか、うん、そう、っていうのもあるし、うん、なんかなるべくいろいろ美味しく食べる方法とか、その知って ておくとと人生豊かかになななるんんじゃないっっって思ったんですよねちょ絶対なりますね。そうのため。そのためには美味しいっていう感覚をもっと知る必要があるんじゃないかと思ってて、うん、<laughs> ちょっと今回そういう話をしたいんですよね。はい、美味しいっていう感覚をなんかコントロールするというか、うんうん、どうやったら美味しいって感じられるのかみたいな、うんうん、そういった話をちょっと今日したくて。うんうん、普段考えてるところで、まあ、調理の側面で行くとですね、はい、誰にとって 美味しなのううす。誰にとって例えば今1月なので寒いですよねはいこの寒い時に作る例えばスープの味付けと、うん、夏の真っ盛りに作るスープの味付けって、はい、仮に食材が同じだとしても変わってくるはずなんですよあ,<ー>あ<ー>確かに確かに快適に感じる温度も違えば塩分濃度もきっと違うだろうと例えば 観光をしてきました。じゃあ、どこに行ってきましたかお城に行って天守閣の上まで登って散策をして歩いてきました。汗いっぱいかきました。という人と、うん、新幹線降りてタクシーに乗ってダイレクトにお店に来ました。多分味覚違うと思うんですよね。うん、確かに。環境が違うと自分の味覚が変わるっていうのは確かにありますよね。そういうのを勝手に妄想してどこに着地させるかってずっと考えてるんですよ。 えー、いや、考えたことないでな,なんで微調整半端ないですよ。<laughs> それで調整できるのかっていうのも気になりますけど、なんか。微調整微調整、な、うんだろう。自分の感覚でやるとかになっちゃうのかな。気温とかは感覚だし、うん、あとはホールに出た時にお客様と話しながら、うん、こんな感じ、こんな感じって中のメンバーと意思疎通して、うん、だんだん味変えていく。 うん、感じですかね。うん、お客さんの行動に合わせるってことですかその店に来るまでの。そうですね。それもヒアリングしたりとか、食べてる時の様子を観察をして、<ー>例えばお酒が進んでるとか、どっちかというとソフトドリンクが多いとか。 だから前菜の時にはもうそれはもう当てずっぽうしかないのでこの辺やっとけば絶対おいしいだろうっていうところに収めるんですけどそこにゴミを揃えるんですね甘い酸っぱい苦いとかしょっぱいと。でどれが先に減っていくのかっていうのを見るんですよ <laughs>、えー。<laughs> すごい あそうやって、もしかしたら私たちも試されてるかもしれない、ね。<laughs> サンプリングされてる <laughs>、ね、サンプリングね。気づかなかった今まで。分析されてるってことですね。<ー>それをさり、ずっとわからないように観察をして、厨房にフィードバックしていくっていう、そんな流れですかね。すごい。じゃあ、それ専用の人とかがいるわけですかい<や>だって、厨房の人見れないじゃないですか。うん、厨房の人が出るんです。あ、出て、はい。料理を一旦中断して、どんな感じかなって見に行くんですかまあ、今、厨房で、もっぱら僕ですけどね。うん 自分で作って持っていくんで。じゃあやっぱそれ最初に減っていくやつが、その人によって、その人の好みとか、例えば疲れてる人はこういう味食べやすいとか、うん。最初に、みたいな方を見て判断してるってことですよね。うん、本当もう経験的ですけどね。なんとなくこんな雰囲気かなみたいな感じで。統,統計。に近い<ー>うん。経験の積み重ねという統計判断ですかね。うん、<laughs> かっこよく言うとね。<laughs> いやでもそれなんかレシピにできない美味しさっていう感じは。 でも、それを、こう、うん、サイエンスにできそうですよね。んなんか、今は人の経験にやるところですけど、それをなんか、数値化したりとか <laughs> <laughs> して、一般則がこうとか、できないですか連さん。あ、僕、はい。科学者じゃなくて。いや、難しそうだけどな。え、なんか指標になりそうなことってありますそれね。 まさに今、はい、エマさんおっしゃった通りのことを将来できたらいいなって妄想はずっとしてるんですよ。で、時々自分で思いついた時に携帯とかにメモして、こういうのを KPI にしたらどうだろうって妄想はするんだけど、まともに思考実験でうまくいったことがない。<laughs> その結果のフィードバックみたいなのも難しそうじゃないですかそうですねでお客さんに聞くしかないっていうしかもお客さんも好みとか多分人それぞれ違うから一般的にどうみたいなのってなかなか言えないですよね、うん、はい <laughs> もう,う、ね、<laughs> ざっくり言えばね西日本と東日本で味の傾向があるとかあったらもう困っちゃいますもんね、うんうん もう年,年齢とか、まあ、趣味とかでもなんとなくあのやっぱスポーツ系でゴルフよく行く方はねちょっと味濃いめだなったり逆に健康を使ってる人もいたりとかあのその辺はあってみるとあこっちのタイプの,けんあの運動をする人ねっていうのとあのちょっと味が濃いめが好きでのんびイのタイプの運動が好きな人とかっていうのはうあるんですよ当たるかどうかは分かってないですけど。パララメーーータ多すぎす,、ね、多すぎま、ね、<laughs> 難しいいつか AI がディープラーニングで <laughs> なんだからいつだったか「サイエントーク」の中で雑談かなんかで話をされたんですけど、うん、あの細かい数値を完全に盛り込んだレシピ、まあ、実際アメリカでも発売されてるんですけど、うん、あれやってもあんまり実用的ではない。 感じがしますねそれはやっぱずれちゃうっていうことですかお客様の舌が今と3時間後と明日と明後っとで感覚が違ってくるのでいかにミリ単位で精密なレシピを作ってもん,なんていうんですかね物差しの側が変わっていくわけじゃないですかうんだから作り手をぴったり合わせてもあんまり意味がないみたいなところありますよね <laughs>。逆にに、うん、そういうい AI 今は、どれぐらい疲れてて、どういう気分で、で、季節はどれぐらいでっていうのを入力したら、それを微調整してくれ、るレシピを、スタンダードのレシピをちょっと微調整してくれるような AI があったら、めっちゃ良くないですかでもそのためには、自分の生体的ななんかデータを入力しないといけないわけじゃん。<笑><笑>ああ、もう、ダメだ。いや、食事前に一旦血液検査しますんで。<laughs> <laughs> いや、それ手軽にできたら料理人としては夢ですね。<laughs> でも、そういうことっすよね、多分。はい、まあ、チー取らなくても、動画でちょっと自分の様子撮ったら、その動きから何かしらパラメータを読み取って、うん、どんぐらい汗かいてるから、<ー>これぐらいの水分量の料理がいいんじゃないかとか。確かに確かに。とかさ、なんか Apple Watch みたいなやつで、うん、そういうアプリみたいな。 つけといて、うん、で、その情報を料理人の人にフィードバックっていうかして、料理人の人が、あ、じゃあちょっとこうしようみたいな考えるとか、そういう仕組みがあったらいいです <laughs> 高そうだな、そのレストラン。ちなみにですね、 今、はい、味についていろいろと話をしてきたんですけどこれまだ味覚だけの話をしてるんですよ、はい、わかりますゴミの話しかしてないわけですよねまだ香りっていう要素も入ってないですしうん、うん、四角も入ってないですね四角も入ってないですよねうん盛り付けとか、はい、あとあまり重視されないですけど音っていう要素,要素もあるんですよね確かにこれ組み合わせてくるとめちゃくちゃパラメータ多くなるんですよね <laughs> ゴミで崩壊してるのにね、これ以上増やされてるね <laughs> あ。意外とね、うん、ゴミが人間敏感なようでいて、結構騙されてますからね。騙されてる。はい。あ、じゃあ、うん、じゃあこんな質問してみましょうか。お二人ともチョコレートアイスは好きですかあ、好きです。昨日買いました。あ、うん、好きです。<笑><笑><や>じゃあ、タイムえっと、パッケージに入ってるチョコレートアイスを想像してみてください。はい。はい、で、パッケージから出しました。パクリと食べましたら、はい。うん チョコレートの味がせず、ちょっとしょっぱくて、はい、なんなら生臭いというか、カニクリームの味がしました。<ー> <laughs> はい。どんな反応します <laughs> 一回口から出しますよね。え上何これって何<え>ってい、はい、カニクリームの味するんやけどって、はい、報告しに行きますね、レン君に。<laughs> <laughs> それはあの最近僕はあの水だと思って飲んだやつが日本酒だったみたいな <laughs> <laughs> それに近いかもしれないびっくりするっていうこれで、ね、実際実験をしたことがあってで僕が実際にやった実験は,はい、はい、実験っていうかねいたずらなんですけど友達と体育館でバスケやってましたうん、うん、で透明のペットボトルに薄い茶色っぽい液体が入って冷えてます、はい、スポーツの時に飲む茶色っぽい飲み物といえば まあ大体麦茶か何かを皆さん想像するんですよね。うん。はい、そうですね。で、キンキンに冷えてるんで、友達にパッパッパッと手渡しをしたんですよ。一口飲んで全員が吐き出しました。うん、何が入っていたでしょう。薄い茶色 <laughs> あ、あの、口を消毒するやつ。<laughs> <laughs> ひどいな。結構ひどいなしょ。おクチクチもんなみんですか。あ、とかさ、誤解のイソジンとか。イソジンはやばいでしょ。本当にひどいいたずらになっちゃった。それはやばいな。え、なんだろう。でも茶色、え、リンゴジュースとかも茶色いっすよね。いや、普通にね、あ、落ち着いて飲んだ、みんなに正体を沸かして、落ち着いて飲んでみ、うまいからって、お、だってごくごく飲み始めたんですよね。え、でもコーラとかじゃないですよね。コーラだったらみんな喜んで飲みますもんね。 えだ他に茶色ってブハってなるやつ落ち着いたら普通に飲めるでしょ普通に美味しいですよえスポーツのアットだとブハってなるってことですかあのね予想外だからブハってなっただけだと思いますあっ予想あ思ってたから、うん、ブハってなったっててななたいうるほどね え、アールグレイでしたとかじゃないですか <laughs> それ多分飲めるんじゃないかな飲め,る飲めるよ、ね。え、でも俺スポーツの時にアールグレイ飲まされたらびっくりして噛み出すけど<ー> <laughs> 今みたいな。どうかなるかど。多分答えは分かる。えー、これってもう、あの、よく作るんです。あの、蕎ばつゆとかじゃないのその通り。薄めためんつゆを入れたんですよ。えー、うん。あ、めんつゆか。それブハってなりますね。びっくりするな、確かに。なりますよね。ただ、これ薄めためんつゆだから飲んでみて。 美味しいから、言ったら、あ、本当だ、美味しい、うん、ちょうどいい薄さって言って飲むんですよ。だから、ちょうど塩分も入ってるし無意識でよ、無二茶だと思っちゃってたっていう。はい。もう、視覚情報で人間の脳みそって一瞬で騙されるんですよね。視覚大事ですよね。はい。だから、チョコレートアイスだと思って食べたら、ね、カニクリームのしょっぱい味のアイスって言ったら、うえってなるんですけど、これ実際に料理であって、例えば冷製パスタの上に乗せて、それを溶かしながら食べる。うん、どうですか美味しそうじゃないですか美味しそうですね。うん。 そういうことなんですよ。<laughs> まあなんかレモン見たら、すごい唾液出てくるとか、うん、そういうのも視覚から来てますよね。そうなんですよね。結構騙される。あ、あと、あ、どさくさ曲げにあれですけど、チョコレートアイスクリーム。アイスって、袋入ったり、こうパッケージ入ってるじゃないですか。うん。はい、開けますよね。はい、開けた瞬間、チョコレートのいい匂いしません。しますね。はい。なんでですか。レンさん、これ、芳香分子とか揮発性考えたら不思議じゃないですか。 ああ、確かに。かにめっちゃ冷えてるのに。うんうん、普通、そんな、蒸発しない、ね。蒸発っていうか、はい。凍ってたら基本的にチョコレートの代わりってほとんど出ないはずなんですよ。確かに。確かに。でもしますね。はい。これ、メーカー側がハックしに来てます。ええー。ああ、そういうことか。はい。いや、騙されてんだ、これ。<laughs> 騙されてた。<laughs> あれね、実はパッケージの糊の部分に、人工香料添加してるんですよ。<あ> <laughs> すね、ええー、糊か。はい。 どこにどこにって言って今糊どこ糊の部分にそう。そのパッケージを止める止める。例えば紙パックとかでもさ、ベリッと剥がすとこあったりとか、袋ベリッと開けるところの付近に、香り成分を人工的につけとくの。え面白。そこなんでも確かになんかそのビニールのあの、一個一個の袋を開ける前に、もう箱開けた瞬間にちょっとチョコの香りする気がします。ああ、箱開けた時間確かにちょっとするか。うん。 確かにあのんだっけ板チョコじゃないけど板チョコアイスみたいなやつ一回開けるんだよねピノみたいにパカってあの匂い漏れちゃダメなんだよね普通に考えたら本来漏れちゃダメだよだってパックして袋入るからこれあれコーヒーの袋とかやってますよねコーヒー豆って豆自体いい匂いするけど引いてないからそんなに強い匂い出ないはずじゃないですかで袋とかその袋にある上の空間に人工香料 で匂いつけて溜めてめおくんですよそんなにすごいことしてるなでちょっとあの、うん、今家にアイスあるんであとで確認してみます確て箱を嗅いでみます、うん、これ全部のメーカーではないとは思うんですけど結構そういうところ多いらしくてえそういうことか<あ>でもそれ企業努力っすよねあのね人間の香りに関する認知能力って面白くて タチコウとか、あの、オルソネーザルとかって言って、その鼻で感じる、なんだ、外の空気から入ってくる匂いと、もう一つが、口の中から鼻に抜けてく匂いって二種類あるんですよね。<laughs> で、えー、っと、外で感じる匂いが、これが予測に役に立ってると。<laughs> 多分こんな味だろうっていうのね。で、<laughs> その後に食べて同じつ匂いが、 さらに強く口の中で立ち上がってくると合致して気持ちいいみたいな。うん。うんありますね、それは。あ、確かに。だからあれか、あの、なんか、こう、この、この食べ物ちょっと怪しいなと思ったら、とりあえず匂い嗅ぐんだ。うん。確認してる。確認するっていう意味と、その、匂いで味を想像してるんだ。そう。これは多分、原始時代から、あの、これが美味しくて食べれそうなフルーツなのかどうかっていうのを、匂いで判別するから。ああ、肉が腐ってるかとかね。そうそうそう。うん で、食べた時に合致してて、やっぱり美味しいから、ダブルパンチで、こう、相乗効果で美味しくなっていくみたいな感じなんですよね。あ<ー>あ、確かに。そうなんだ。じゃあ、そこが、外からの匂いも美味しくて、で、うちで嗅いだ匂いも美味しいものだけど、もしその二つが違うと、そこまでの相乗効果を得られなくて、そこまで満足感とか美味しさは感じられなくなるっていうことなんですかね。うん、これ、なんだっけな、どっか、 かの、あの、一民族を捕まえて、実験したっていうのがデータどっかにあったちょっとおっしゃったけど、あの、パニックになるらしい。えー、パニック違う<ぞ> <laughs>。甘い匂いがするものを食べて酸っぱいとかやると、うん、もう脳みそがパニックになっちゃうらしい。ああの、なんだっけ、あ,<ー>あの、バニラのさ、香りのするさ、コーヒーあるじゃん。はい。あ、ある。わかる。あ,るあ,るあの、すごい、フレーバーの香りがすごいやつ。 甘い香り損するやつ。飲んだら普通のコーヒーっていうのにちょっと俺残念感覚えるね、たかに。ちょっと違和感ありますよね。違和感ある。ちょっとずれがある、俺の中で。それも面白くてさ、匂いに甘さってありますかって話ね。確かに。確かに。ないか。甘い匂いってただのバニラの匂い、バニラに、バニラだとすると、ただのバニラの匂いで別に甘くないのに、バニライコール甘いって思っちゃってるから、甘い匂いだと感じる。確かに。 そうなんです。バニラエッセンスお菓子いっぱい入るもんねああ。よく言われてるのが、バニラとか、ストロベリーとか、シナモンとか、この辺、あとバラが。バラバラ、ローズの香りとかは甘い香りに例えられるんだけど、うん、実際は香りに味がないから、これ経験的に学んでるって言われてる。うん、で、この経験で学ぶのに、意外と短くて、うん、早い人だったら2、3回食べたらもう体が覚えちゃうみたいなのがあるらしい。へぇ、そんなすぐ。うん で、これで僕が勝手に思いついたのが、あ、博多豚骨ラーメンと思ったんですよ。確かに。博多豚骨ラーメン<え>あの、ん博多豚骨で、あの、店の外に漂ってくる香りが、うん、えも言えぬくっさいのって知りません、はい、はい、しますね、ーラーメン屋の。あれ、ほとんどの人が、くさーって言うんだけど、好きな人は、もう、うん しょっちゅう行くんですよね。いや、めっちゃわかるなそうですね。私たちも博多じゃないですけど、<う>この間和歌山ラーメン食べに行って。そうそうそう。うん、めっちゃ店の外臭かったんですよ。うん、だけどもう並んでたらね、<laughs> なんかいい匂いじゃねみたいな。なんか <laughs> で、実際美味しかった。実際美味しかったし。もう学習しちゃったから、次から美味しい匂いにしか感じられなくなるっていうね。うん、いや、そうかもしれない。うーん これあの匂いのオルソネーザルとレトロネーザルって言ってその外の匂いと中の匂いっていう言い方するらしいんですけどこれさっきの一番最初にブヘって吐き出した実験あるじゃないですか、うん、はいはいこれ外の匂いがしない状態だから成立するんですよねああだからペットボトルだから成立する実験なんですあれああ飲む前に分かんないもんね、うん、そう,うん、うん、あれがちゃんと密閉されてるから、うん、はい,紙コップだと先にいでかかるから、うん 合致するんですよあ。じゃあ、あの、レンさんの前に、あの、ペットボトルに入れた日本酒を置いとけば、また間違えてくれるってことそういうこと <laughs> 間違えますよね、<laughs> だって、コップでも間違えてますから。コップ。だ大丈夫、レン君。いや、い、ね。っ酔っ払ってた時。<laughs> <laughs> <laughs> そっか。でも、危機回避してるってことっすもんね。そういうので。うんね、結構ね、香りの研究もここ10年くらいで、さらに研究が進んでて、 で、それがあるから、あの、うん、フランス料理とか行くと、なんかよくわかんないっす。もくもくしたドライアイスのような、あの、煙吹きかけてるシーンとか出てくるじゃないですか。見たことありますああ、ありますね。なんかいい肉とか、たま、うん、にドライアイスと一緒に出てきたりするああ<ー>。あれに匂いつけるんですって。ええー、つけれるもう、まあ、つけれるか。うん。なんかローズマリーの香りが漂ってきて、それを嗅ぎながら肉食べると、マリアージュで美味しいみたいなことをやるとかね。 確かにあの、なんかあるよね。あのー、実際、燻製にしてないけど、うん、燻製孔を足したりとかする。うん、うん。へ<ー>外側の空間にねい。いや、なんか、でもその、匂いと味のギャップあるっていうので言うと、食感もあるかなと思ってて、はいはいはい。食感と味のギャップ。はい。 なんか見た目めちゃくちゃサクサクそうなクッキーなのに食べたらめっちゃしっとりしてるみたいなやつありませんある、ありますね <laughs> あ。あれもびっくりするんですよね。はい。ちょっと残念だよね。うん、残念だけど、まあ美味しいパターンもあるんだけど。まあ美味しいパターンあるけど、なんか見た目サクサクを予想してたのに、<laughs> <laughs> しっとりだったらちょっと残念じゃない。あ <laughs>、そっか。まあそれもあるし、なんか白いのに苦いチョコレートとか、<laughs> 見た目だけどそれは。 なるほど。とかもたまにあるじゃあ、あの、濡れ線とかはどうなの濡れ、濡れ線。ああ、濡れ線僕苦手なんですよね。ちょっとい。や、せんべいは、パリパリであれよ、みたいな。<laughs> <laughs> あれなんかちょっと、口噛んだ瞬間気づくよね。あ、これ濡れ,濡れ線だって。んあ,<ー>あんま、あんまこう気にせず食べたらさ、持った時ってあんま気づかなくない濡れ線って。いや、あれかも。 パッケージに「濡れ線って書いてあって食べれば食べれるかもしれない <laughs> それはやっぱそういう事前認識って大事なんですね香りにしても見た目にしても結構騙される系いろいろありますよ視覚とか音とかも視覚と音それこそイグ・ノーベル賞取ってたやつなんかだとあれですよパリッパリ音のするヘッドホンとかスピーカーで音を出しておいて ちょっとしけったポテトチップスを食べると、うん、あの、アンケート取った結果、サクサク感をより強く感じたっていうのはね、全体で15%ぐらいアップするっていう。い面白い、ね。音だけで。音だけで。えー、これ僕が聞いたことあった。うん、イグ・ノーベル賞のニュースで。出てましたよね。もう10年くらい前かな、えーそ。そうですね。はい。もうそんな単純なもんかと思ったけど、ね、試してはないからわかんないですけど。<laughs> なんか、これ、<laughs> 視聴者がその、イグ・ノーベル賞受賞者本人の本、今手元にあるんですけど、なんか実験、はい、 後日談みたいなのがあってその、実験対象者にいろいろとインタビューをしてたら、もう意地でも音に影響されてないみたいなことを言い,言い張ってる被験者が多いと。<laughs> 俺はそんな単純じゃねえぞって言ってんだけど、ちゃんと結果は影響されてるっていうね。 <laughs> みんな騙されてるんだ。あ、でもそれ使えそうですね。なんか、ポテチ専門店とか作って、でも BGM にサク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 って音をかけまくって、うん、<laughs> だからなんか、より美味しく感じるみたいな。い<や>ありそう。気狂いそうなんだけどな、それずっとあるから <laughs> いや、でもなんか、そういうのもあるから、ポテチの袋ってすごい音鳴りやすくしてるみたいなのなんか聞いたことある。お、そうなんだ。そうなんですよね。<ー>実はそうなんですよね。ありますよね。 あれ、わざとそ,それポ、ポテチの袋の音ってこと袋がシャカシャカしやすい素材にしてて、<ー>美味しそうって見せてるみたいな。あ,あ、じゃ音がひ、え、サクサクする音が響くってことそうそうそう。ポテチがさ、<ー>中に入ってる感あるじゃん、結構。ああ、あるあるある。じゃあ、ありますよね。<laughs> はい。あの、調理中の音を聞いてると、例えば、なんだろう、焼肉が焼ける音を聞いてるだけで、肉の味を想像して、うま、ん、そう感がアップするみたいなのを、うん、ポテトチップスに応用すると、 袋の音をわざとうるさくガサガサにするっていうことらしいです <laughs>、うん。 やっぱそうあれ、だから夜食べようと思うと、やたらうるさいんだね。すんごい響くよね。あれだよ、確かに、すごい響まよ一人でこう晩酌してて、子供たちが寝静まった後に、開けようと思うと、すんごいこう、気をつけないとさ、カサカサカサって言うからさ、ちょ、ちょっと静かに行こうかってね。だってあれ、音出そうとして作った袋だからね。ちょっと大変ないよりは。あれで。スピーカーみたいな。スピーカー。なんだっけな、それ、 実際にメーカー頑張って音を作ってるらしくてで<ー>やりすぎたメーカーがあるらしいんですよほうほうほううるさすぎるってことですかそうでクレームが来て <laughs> もう全部あの回収して廃止になった商品らしいんだけどあとで、えー、クレームが多いから測り直したら平均100デシベルっていうねおいこ <laughs> も,もう相当 <laughs> えもう乗り物とかのうるささじゃないですかもうそんな感じですよねやりすぎた <laughs> そんなメーカーあるらしいですよ 面白いな。面白い。え、でもなんかポテチ以外でも普通のお菓子のお、うん、袋の音も結構カチャカチャうるさくないですか、うん、多分同じ効果狙ってるんじゃないですか、うん、なんか、うん、あ音で、なんかちょっと遠くにレン君がいてもなんか音でお菓子食べてるかもみたいな。袋の音でわかる <laughs> <laughs> から何食べてんの?」みたいな見に来ることがありますけど、うん、よくあるなそれバレちゃう <laughs> あれバレちゃうね子供たちすごいなんか目ざといじゃない耳ざとい <laughs> 音だけでくるね <laughs> 耳ざとい耳ざとい耳ざといあ面白いのがさあの食感って基本的に音なんですよねやっぱりうんくて そう。パリパリとか。あ音なんですね。食感を表現する言葉、オノマトペって何思いつきますパリパリ。サクサク。ふわふわ。はい。シャキシャキ。カリカリ。コリコリ。ボリボリか。ボリボリ。確かに音ですね。大半音ですよね。そうですね。え、ふわふわはそうでもない気がする。ふわ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 違うと思います。音なさそうだよね、ふわふわ。音がないからふわふわだねまあ、しっとりもちゃうな。でも、音ある系は全部音です。 確かに。だから、骨伝導音と空気伝導音の両方で人間は判別をしてるって言われてます。要は、口の中に何が入ってるかを脳が認知しなきゃいけないので、その一つの助けとして音を聞き分けて脳で合成してるっていう表現してましたね。ーへー、<の>確かにそうかも。口の中で響く音を、ちゃんと聞き取ってるっていうことか。 これ、さっきエマさんがサクサク音を BGM で流しとけばより美味しくなるっていうアプローチあるって言ってたじゃないですか。はいはい。うんうん、これ違うアプローチでサクサク感を無理やり麻痺させてハックするっていうのを実際やってる店あるんですよ。<laughs> 麻痺させてハックする。ど,どういうふうにあモーダル保管効果とかって聞いたことありますん,んないです。<ん>例えば、じゃあ、もっとわかりやすいところでいくとゲレンデマジックとか、 マスクマジックってわかりますああ、ゲレンデマジックとかは。顔の半分隠れてるとあはく、隠れた部分を理想形で保管しちゃうってことやるじゃないですか。あ<ー>マスクやね。マスクはよくありますよね。ありますよね。マスク取ったら、あ、もた、持ってたんと違うみたいなね。<laughs> あるじゃないですか。<laughs> うん、あるある、ありますね、うんうん。あれ、音でもやっちゃうらしくてですね。僕ら静かな状態で食べるポテトチップスの 音を知ってるじゃないですか。うん、だから、はい、その音がほとんど聞こえないぐらいのうるさい環境で食べると、振動だけ、骨伝導だけが脳に来ますよね。<laughs> そうすると、足りない部分の音を脳が勝手に保管始めるんですよ。<ー> <laughs> なるほど。<ー>そんなにやってないのに聞こえる気がするみたいな。はい、ちょっとわかる気がするな、そ,<う>それ。うん、しかも再生される、脳内保管される音は理想の音なんで、 うん、勝手にサクサク感アップさせちゃうんですよ、脳が。<laughs> あ、そっか、実際、普通に聞くときのサクサク感よりも、うん、その効果でのサクサク感の方が完璧だから、より美味しく感じるんですかっていうことらしくて、実際にそのために音を大きくしている、<ー>例えばクラブとかもあるし、あ,<ー>あとはハードロックカフェって実名出していいのかなそういう音の大きいカフェレストランってあるじゃないですか。うんうん うん、<laughs> あれ、なんかね、テンポデザインの中に音をこれ以上下にしないっていうのがあるらしくて。ああ、決められてるんだ、えー。そう、音でかくすると、えっとね、はい、そういう麻痺効果もあるし、 食べる量も増えるし、食べるスピードも上がって、うん、回転数が上がるっていうのが実証済みらしいんですよね。ああ、聞いたことある。あ<ー>で、ハードロックカフェってハードロックでめっちゃテンポ早いから、そのテンポ早いのでもう回転率上がるみたいなああ、そうそうなんですよ、ね、ああ、騙されてたのか。うん、コントロールされてる。あ、ハードロックカフェのいいように。<laughs> そ,うそういうことだったのか。<laughs> 実名出してあんまりディスったら怒られそうだけどでいやでもすごいなっていうことっすよね、はい、すごい <laughs> すごいっすよね企業努力だと思いますよあのなんかスタジアムでビールめっちゃ売れるみたいな感じなのかなあそれもあんのかもねなんか野球スタジアムとかさうーんビールめっちゃ売ってるじゃんあれ雰囲気もあるけど、はい、そ,うそういうガヤガヤ感でなんとなくこう買うとか飲むみたいなあ雰囲気あるし騒音が大きい環境だと甘みと塩味が感じにくくなるっていうのもあるから マヒってるじゃん。マヒる。だから。うん,うん。えー、なんか、旨味感じやすくなるっていう、ね。あ、そうですね。やつですよね。えー、じゃもう、想像だけで食が進んでる自分の。うん。でも、その、<お>その効果雑音が大きいと、塩味とか甘味が感じにくくなるっていうのって、どういうふうに測ってるんですかねあの、さっきでも思ったんですけど、さっきの別の何効果でしたっけえっ、ー、と、保管して、うん よりサクサクク感が強くなる気がするみたいなのもあれって感覚じゃないですかどうやって測ってるんだろうって思ったんですけど僕も,も詳しく見てないですけど本に書いてあったのだと何か何万人延べ何万人くらいになる被験者を対象にした実験がなんか十いくつあるらしくてそれを全部分析したらそうなったって書いてましたねじゃあその時の感想とかを集めて。 そういう研究いっぱいある気がする。なんか、飛行機の上で飲むトマトジュースうまいっていう話とか、あれも騒音がすごいするから、なんかトマトの旨味が引き出されるみたいな話とか、ピアノと金管楽器を聴いた時に味の感じ方変わるみたいな研究ありませんでしたっけありますね。ありますよね。どっちだっけなんかピアノの方が甘いって感じるんでしたっけピアノが甘いですね、確か。 ああ、はい、みたいなのを、たぶんからアンケートっすよね。アンケート基本アンケートっすね、見てると。へえ、面白い、ね。<ー>面白いなと思ってそう。なんか、あの、面白い表現だなと思うのが、本の中で甘い音とか出てくるんですよね。なんだそれって感じ。と <laughs> それは甘いメロディーなのかと思ったらそうじゃなくて、甘みを強調しがちな音っていうことらしいんですけど。そうなのよ。へイメージ、甘いとなんかイメージが結びついてるというか、 ああ、そうなんですよね。なんか甘いのって丸い感じしますよね。します。なんか僕結構幾何学に繋がってる気がしてて、味とか、なんか印象みたいな。幾何、うん、学なんかで見たことあるのが、そのダークチョコレートとホワイトチョコレートって言われて、どっちが丸でどっちが三角ですかって聞いたら、うん、大体の人ホワイトチョコレートの方が丸って答えるみたいな。確かに。<ー><ー>そうなんだ。 炭酸水とミネラルウォーターだったら、炭酸水は三角で、ミネラルウォーターは丸みたいな。うんうん、そっか。じゃあさっきのは、音と、なんか、甘みの関係だったけど、今のは、四角も、うん、あの、甘みに関係するんだ。っどっか。すごいね。<ー>全部伝わってるな、って、うん、気てるんですけど。確かに、うちらも、あの、料理で塩、塩塩加減で、これ、角がある塩か、うん、角がない塩か。うん。あの、酢も角が立ってる。うん <laughs> すが立ってるとか、そういう表現をするね。えー、立ってる立ってない。角ってなんだっていう。<laughs> うん。下を刺す感じとか、多分そういう感じなのかもしれないけどね。<laughs> あの、聞いたことあるかもしれないですけど、ブーバー効果ってあるじゃないですか。聞いたことありますよあありますね。何<え>なんですかと、<laughs> ゆる言語学ラジオで聞いた <laughs> あ。そう、ゆる言語学ラジオでもやってたことがあると思うんですけど、はい、じゃあ,あ、えっと、 知らない二人がいるんで、あえてやりましょうか。漫画のコマの中に、えっと、びっくりしてるときにトゲトゲの吹き出しが出てくるときありますよね。はい。ちょっと危機感おるようなやつね。ド、はい、カーンみたいな。うんうん、と、あと何か妄想するときにポワ,ポワン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 っていうもくしたのありますね。はいはい。はい。どちらかがブーバーで、どちらかが危機です。どっちがブーバーあ、思い出した。<laughs> <laughs> あ、はい。えっと、ポワンポワンポワンの方がブーバー。はい。 で、なんか、驚く方が、キキ。はい。なんか、トゲトゲしてる方が、なんか、キキっていう、まあ、こういう音のが合うよねっていうのが、世界中で共通するらしいんだけど、これを、さっき、レンさんが言ってたような、味に当てはめるっていうのもできるらしくて。味のブーバーキキ効果。そう。味のブーバーキ効果。はい、じゃあ、まあでもそういうことっすよね。ちょっと言ってみましょうか。さっきレンさん言ってくれたんで、ちょっと追加すると、今から言うんで、ど、ブーバーかキキかちょっと言ってってください。 なんか始まったぞ。始まった。行きましょうか。キャラメル。おー、ブーバだな。え、ブーバかキキ。あー、ブーバだね。確かに。炭酸水。キキ。キキだ。唐辛子。キキだな。キキかな。レモン。レモン。レモンでもレモンキキだな。レモンキキだね、確かに。寝る寝る寝るね。ブーバ。 レくんの好みのものですけどね。<laughs> うんうん、そうね。るねるねる。ねる,ねる、うん、甘いやつってやっぱグーバーなんですよね。確か,確かになそういうことっすよね。<ー>っていうのを無意識でなんとなく概念として自分の中で持ってるみたいなことっすよね。そうなんですよね。<ー>で、これが影響させたわけじゃないけどしちゃった面白い事例を見つけたんで、ちょっと紹介していいっすか。はい。チョコレートバーを作ってるお菓子メーカーさんがいて、うんうん、そのチョコレートバーがもともと ま四角だったんですよ細長い四角積み木みたいなもんですね <laughs> で2013年に角を削って丸みをつけた形状に変形しましたとデザイン変更ですね <laughs> そしたらメーカーにクレームが入りました<笑><笑>で角が削ったのでその分だけ容量が減ってるから容量に関するクレームかと思いきやそういうのはほとんどないぐらいの少数で大半が 以前より甘くてクリーミーになったから元の味に戻してくれっていうクレームだったっていうね。<ー><ー>面白い。丸いから。丸いから。<laughs> でも、メーカー曰く、あの、中身全く変えてないらしいんですよ。面白い<ー>なんでち丸くしたんですか原材料が高騰したのでちょっと夜減らしましたっていうだけらしいんだけど。<う> <laughs> あ、そういう理由なのでも、あの、甘くなったから嫌だっていう。<laughs> <laughs> 面白い。すげえ騙されてる。<laughs> へ やっぱ無意識で思っちゃってるんでしょうね。うん。だから、デザートを盛り付けるときはなるべく丸い皿にするとかね。うんうん。その方が甘い感じがするんす、ね。はい。フルーツカットも丸い方がいいし。うん。丸い方がいね。うん、うん。アイスクリームも丸っこい方が甘く感じるし。ああ、だから、アイスクリームってあの、カチャカチャ取る丸い、 あれ,あれ、なんていうんだあれディッシャー丸い形に取る器具あるじゃないですか。<laughs> は,いは,いはい。ディッシャーね。あれ、だから丸いのかな。そうなんかのかな <laughs> 取りやすいだけかもしれないけど、<laughs> 理にかなってるってことっすよね。うん。多分、四角に詰めなかったっていう選択を取らなかったんで、そういうことでしょうね。違和感がなかったでしょうね、丸いことに。ま、う、あ、ん、丸くていいんだったらもう、Q なんて、もっといいんじゃん。わかんないけどね。<laughs> <laughs> <laughs> でも逆に、そのチョコレートでも大人な味を演出したかったら、四角いお皿に入れるとか、そういう戦略もありそうですよね。あ,あ確かなんか、大人のチョコレートって四角いの多くないあ、本当だ。<laughs> そうだね。え、それてみればう。うん。ビターチョコとかね、あ,あビターチョコとか,かカカオナンパーとかねか。サイコロみたいなチョコレートって大体、ちょっとビターめなやつっすよね。うん。確かに。確かに。あ、しかもあれだ、パッケージが、なんか手触りがシルクっぽいのとか、 特殊効果って言うんですかザラザラがつけられてるとか多くないですかあ,ははあれ。ああ、多いっすね。あ,<ー>あれ、もうなんかね、手触りでシルキーな感触を手にインプットさせると脳が食べた時に反応してしまうらしくて。へえ<ー>、へ<ー>すごいなパッケージで関係ないのにね、うん、味には直接関係ないけど、そういうふうに思っちゃうんだ。みたいっすよ。すごい。あ、これパッケージ関係、いろんな国の企業が特許取りに行って取ってるから、 多分効果があるってことなんでしょうね。へそうなんだああ特許まであるよね。特許取ってますね。はい。って書いてましたよ。へえ。パッケージにパッケージとか、そうだな。なんか、えー、音のデザインとかもそうですね。うん。うん、ああ、もう味とか製法ではなくてね。はい。外側ね。そうですね。あとは、記憶に残りやすい。 味のデザインの仕方とか <laughs> なんかの <laughs> <laughs> 記憶に残りやすい味のデザインっていうあんな難しそうそれは味覚のことなのか <laughs> 視覚だけの話なのかえっと食事体験を全体的に捉えてどうにかしてインパクトを残そうっていう試みですね、うん、あじゃあ全て五感全てで、はい、っていう単調まあすごい体験でもずっと一緒だと記憶って残りにくいじゃないですか うん、で覚えるのってすげえピークの時かすげえ悪い時の極端な両サイドでもしくは最初と最後だけみたいなのありますよね、うん、これをフックにした食事のデザインをしてる人たちがいてほうほう例えば、えっと、すげえ簡単な話でいくとパンがあります丸いパンがありますで食べ始めが味が濃いめですではい、はい、内側は味がスカスカしてますで食べ終わった時にもう一回味が濃いですみたいなね ええ、へへ<ー>そんなのできる。はい。そうすると、例えば塩とか砂糖とかあんまり多いと、<coughs> 体に良くないじゃないですか。<coughs> うん、う,んう,んうん。うん。だから最初と最後だけ味がしっかりしていれば、その食べた瞬間一瞬、うんと思うかもしれないけど、一 1>,、うん、1時間後、2時間後、もしくは翌日、2日後の頃には、あれ美味しかったなって頭が変換しちゃうんで。へえ<ー>それでも、わかんないってことっすよね。そう,うそう、覚えてらんないんですよ。<laughs> ディテール。あれだ、あの、 トッポとか。はいはい。もう両端だけ甘くしときゃいいんじゃないか。<laughs> <laughs> 最後までチョコたっぷりだけど、真ん中はそんなにチョコたっぷりじゃなくても、<ー>ちょっと味しとけばバレないみたい <laughs> な。な、ならチョコじゃなくていいってことね、真ん中の方ね。チョコっぽい何かでいいです。<laughs> チョコっぽい何か入ってればいいかもしれない。確 <laughs> かそに何も入ってなかったらバレるから。<laughs> 食べてる最中に電話かけそうだけどね。<laughs> <laughs> <laughs> いやうちなんかだと前菜を覚えてる人が多いんです、やっぱり。うん。あ、最初だから。最初だから。<ー>で、えー、間になんかインパクトが強いのがあるとそっち側回ってくるとか。かコース料理とかそういうの計算したりしてそうですよね。しますね。うん。うん、で、なんなら僕ら、あの、食事体験の楽しかったっていう記憶だけを残して、何を食べたか忘れるくらい気配消すときありますよ。へそれは、例えば初デートだとか、 顔合わせだとか、子供のお祝いだとか、そういう主役が料理じゃないとこに行ってほしいときは、雰囲気だけ作って気配気配しますね。 まあの、ま、でも確かに言われてみたらそういうタイミング何食べてましたかって言われたらあんま覚えてない。全く覚えてない。<laughs> 美味しかったっていうのは覚えてるけど。<laughs> うん、美味しかった場所とかの方が覚えてるかもしれない。そうそう。<ー>とかこういう雰囲気だった、雰囲気すごく良かったとか高級感とかは覚えてても、うんうん、何食べたかっていうのは確かにそのすっごい美味しいとか、すっごいまずいとかだったら覚えてますけど、うんうん、そうじゃなければあんまり覚えてないですね。うんうん、俺あんま結婚式時の料理ってさ、 あんま覚えてないんだよね。うん。そんな感じかね、やっぱね。多分そういうことだと思います。確かに。ひどかったら逆に覚えてるし、ね。ってなるけど、雰囲気だもんね。美味しくていい,い,い場所だったなって感じ。うん。うんうんうん。だから確かにあれ、なんだっけなんかの、食品衛生かなんかの統計で見たんだけど、 飲食店に対するクレームで最も多いのは味とか、その、食材がダメだとか、毛が入ってるとかそういうのじゃなくて、基本的にホールスタッフの対応なんだって。ああ、確かにそうだ、ね、か体験なんだそ。そっちの方が印象が強く残るらしいです。うん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 。いや、確かにそうだな確かにね。俺は知ってる大体美味しいですもんね。<う>うん、普通、外食したら。でも、印象に残るのってやっぱ、態度が悪い店員とか。<laughs> 逆にいい店員はめちゃ、 覚えてるし。うん、うん。って言われると結婚式でめっちゃ料理にお金かけたのどうだったんだみたいな反省が今出てきたわ。えー、でもよかった <laughs>、まあ。それはそれで大事だけどね。ありますね。僕はまあ年齢的に結構言ってるのもあって結婚式たくさん出てるんですけど、うん、やっぱ、うん、あの友達の時の飯は別格にうまかったなーっ っていう印象だけは残ってます。うん、ディテール忘れてるけど。うん。うん、あ<ー>確かに。それは俺、まあ、俺も印象は残ってる。うん。うん、自分の時がね、主催の時は覚えてないけど、いっ,<あ>あの行った時はね <laughs>、 すごくよく覚えてる。主役の時はほんと無理。<laughs> っていうか、ほぼ食べれないっすよね、そうですよね、うん <laughs> あ。一番経験が近いから記憶にあると思うけど。<laughs> ううそうですね。まだね、半年も経ってないから。まあ、そうですね。味覚えてないわ、一個も。なんか急いで食べた記憶はあるけど。わ <laughs> かる。もったいないから俺最後バーって食べた記憶はある。 <laughs> あれだしさ、緊張感のある環境だとあの、味覚センサーがダウンするらしい。<laughs> ああ、でもありそう。それありそうだな、確かに。確かに。とか、急いでる時とかって、もうあんまり味とか関係ないですもんね。そうなんですよね。確かにね、顔合わせ、うちでお客様がやる顔合わせとか、ああいう、そういうなんか、かしこまったやつの時って、みんな、あの、思った以上に食べてないのに、すごいお腹いっぱいだったって帰ってく人が多くて。うん。あ私たちもそうだったかも。ああ、確かに。満足感みたいなね。うんうん。 もうなんか7割8割ぐらいでもうお腹いっぱいですってこうボソッと言われたりするんですけど、いや、うん、そもそもだいぶ量絞ってますけどねっていう時が結構多くて。<laughs> うん、もう僕<ー>もう僕ら分かっ、そう、そういう式の時って分かってるんで、ご飯の最後のお米の量とかすごい減らしていくるんですよね。もうあらかじめ。あ,<ー>あちゃんとコントロールしてるんだ。食べるのだいぶスピード遅いなと思って、で緊張してるなと思ったらちょっとずつ減らしてるんですけど、それでも多いっていう。 のがあったりするそういうことなのかな、ね、やっぱね。うん、緊張してる方が満腹感を得やすいっていうことなんですね。うん、なのかな、うん、まあ緊張してると胃に入らないとかね、舞台の前に胃に入らないとかよく言うから、そういうことなのかもしれない。確かに。うん、大舞台かな家でダラダラしてきて食べすぎちゃうんじゃん 確かに。そういうことかもしれない。あれ良くないっす、やっぱり。あの、食べ過ぎだったら、テレビ見ながらとか、スマホ見ながらは、良くないっす。そうですよね。やっぱりそうだよ。これ一回話議論になったことあるんですよ。本当ですかそう。ネットフリックス見ながら、ご飯食べちゃうと、食べ過ぎちゃったり、あんま味感じないから、一回やめようって言って、なんかすごいカフェみたいな BGM かけて食べた時は、俺はうまい感じがした ああ、そういう話もしましたね。そう。まあ、採用されなかったんですけどね。というより、レン君がもう最近 YouTube とか Netflix を自分でつけて、それで食べるっていう。現代一個じゃないですか。すごい現代一個。なんか実験したらしいですよ、この本だと。えっとね。テレビやスマホに気を取られた状態で食事をすると、 およそ15%程度余分に食べてしまう傾向がある。いや、15<結><結>って結構ですね。結構だからなんか脳が食べ物に関連する刺激に対して意識が向かなくなっちゃうらしくて。いや<ー><ー>ですよね。うん、ですよね、うん。なんだっけな。えっと、もともと原始時代の,にあの人類の脳の動きからして、 その食べ物が美味しいかとかおかしくないかとか安全であるかどうかっていうのが最初にこう意識がいくんですって <laughs> で一口二口食べてこれオッケーと思ったら人間の脳みそはそれ以外に意識がいきやすくなる <laughs> うんいや確かにそうだ,だから記憶に残りにくいんだけどその時にテレビとかスマホとかにあるとそっちに思いっきり持っていかれるから本当に感じてないみたいなになっちゃう なんか純粋に美味しいっていうのを感じられなくなっちゃうから、うん、うんいや。環境からやっぱ作っていくっていうのが大事ってことですよね。そもそも。そう、そうらしい。そうなんですよ。ただ、だからといって、うん、無音で、あの、サイレントダイニングとかあるじゃないですか。あの死後現金みたいな。うん,うん。うん,うん。あんまり行ったことないですけどね、たまになんか、こだわりのラーメン屋さんとか行くとね、そういう店があったりするんですけど。<laughs> <ー>そうすると、今度は一人になって、 すぎて幸福度が下がってるからあ,のあんまり評価が上がってこないっていうのもあるんですよねああじゃあちょっとうるさいぐらいがいいってことですかよく言われるのはそうですねちょっと人と人の会話ができるぐらい誰かと美味しかったねとかこうだねっていうコミュニケーションを取りながら食事のことを楽しんでいくっていうのがベストみたいですねやっぱりうん,うん確かに<う>全く喋れないところは 来たくないな <laughs>、まあ、そもそもね <laughs> そもそも <laughs> <laughs> 楽しくないもん <laughs> 美味しくても外食ってすごい気分が変わるんだねあのちょっとおしゃれなとこ行ってカフェみたいなとこ行くとあの音楽が流れてて友達と行ったりしてちょっと喋りながら食べるみたいなそうね基本的に友達と飲んでて、うん、スマホをじっと行視する人は少ないだろうしねうん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 で美味しいものを食べたらこれうまくねって友達に言いますもんね <laughs> 言いますね、うん 言うしでもやっぱりその会話だけだな覚えてるの。居酒屋とか特に。うん,う,んう,んうん。なんかうまいものを誰々と食べたわみたいな記憶だけ残ってる。うん、うんうんうん、うちはもうそれを狙ってますけどね、諦めて。諦めて <laughs> もう食べ物自体じゃなくて、誰々 <laughs> さんと楽しい時間を過ごしたときにすげえおいしいのだけを覚えてるみたいな。そうすればリピートしてくれるの<ー>もいいです。 <laughs> いやでも絶対そうですよね、うん、絶対そうですねでなんか「美味しいね」っていう会話をしたら、うん、もうその「美味しかった」っていう感覚が多分なんか二重三重になってうん、うん、記憶にすごく焼き付くっていう感じが多分あるんですごくなんかまた行きたいっていう気になりそうです、うん、だからそっかリピーターを作るためにそういう体験をさせてるというか、はい、そして日本ではあまりやらないですけど例えば ヒルトンみたいな大きい有名なホテルフォーシーズンズとか、うん、ああいうホテルだと必ず帰りがけにいかかがでしたかって聞ああ、ね、<ー><ー>いいその確かに聞きますね、はい、で基本的に頑張ってやってるからいい方向に誘導してますし実際いい思いするじゃないですか、うん、はいはいはい、うん、だから顧客側は「よかったです」って言っちゃうんですよね言っちゃいますねその自分で発したセリフが 脳に定着する。ね、なんかそう言われるとコントロールされてる感じい <laughs> <laughs> これはあの、有名ホテルの、えー、ウェイターウェイトレスとかそういう、なんていうか、接客マニュアルのガイドみたいな本があって、うん、それにも明記されてますね。マニュアル化されてるそうです。うん、ああ、なるほど。<ー>でもそれって、うん、あの、確実に美味しいからこそ成り立ちますよね。なんか、もし美味しくなくて、うん <laughs> で、それでどうでしたかって聞かれて、でもそしたら美味しかったですって言わざるを得ないじゃないですか。うん、そしたら絶対記憶に残るんで。うんうん、<laughs> あの、ちょうどこの間え、関係ないんですけど、あの、旅行行ってて、うん うん、あの、温泉みたいなのに入ったんですけど、うん、で、入った後に、あの、お湯加減いかがですかって言われて、よかったですって言ったんですけど、めっちゃ暑かったんですよ。<laughs> <ー> <laughs> それですごく記憶に残ってて。<laughs> そう。そのホテルのエレベーター乗った瞬間に、いや、クソ暑かったよな。<笑><笑>よかったって言ったけど、めっちゃ暑かったけど、そ <laughs> れはもう一生覚えてるわとって思っ <laughs> うまいやり方なんだね、あれはもう。だからもう、そういうホテルとかでも、<laughs> あの、うん、必ず美味しかったっていう自信がある上で言わなきゃ逆に逆効果な気がしますよね。ああ、確かに。うん,うん。何でもそうかもしれないよね<う>、まあ。確かに。ず。うん。 でももうここまで来ると逆にもう一周回っていいものはいいっていう、よくわかんない。確かに結論やっぱいいよねもう美味しければ何でもいいですあれ、今までの会話何だったんだっていう。ハック何だったんだろうなってなって。ハック何だった。いや、まあでも、ハックの方法もいろいろ聞けましたけどね。いろんな感覚刺激するっていう話が聞けたから。ちょ逆にこれからそういうのに注意して、あの、食べてみようっていう気になりますよね。うん、そうですね。 あとちょっと騙されないぞっていう気持ちが出てきた <laughs> まあ、多分騙されるんですけどね。あ,あ,あ、でも逆にあのー、ここまでしてやったらもう俺騙されてもいいやってなるかもしれない。ああ相当よかっ,<や>よかったら、ねああ、この努力すごいっていう。 いろいろと考えること多いめっちゃ面白かったな。めっちゃ面白かったですね。これ今めっちゃ面白かったってことで記憶に刻みついてけど、ポッドキャストも一緒なんじゃない確かに確かに。そっか、これどうでしたかって言わなきゃいけないんだ、俺が。言ったら面白かったですってなって、ね、聞いてる人もあの面白かったってコメントしてもらったら、さらにね、聞いてる人の記憶にも刻まれるっていう。確かに確かに。 そういうふうにできてるんだ。そう,ね、そういうことか。世の中そういうふうにできてるんですね。うん、聞いた人はしてほしいね、コメントをね。ぜひ。じゃ面白かった方はぜひ、あの、SNS とかで <laughs>、面白かったとつぶやいてください <laughs> ー YouTube とかで、いいねしてくださいとかもそうかもしれない。あそうですね。確かに。でもそうかもしれないですね。うん。うん いや、面白かったな面白かったななんか途中から全然食べ物の話じゃなくなりましたけど。はい。そうですね。うん。いろいろ繋がってるっていうのがよく分かったなありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、こんな感じで大丈夫ですかね。大丈夫だなあの、うちの普段のやつと、もう、だいぶ違うけどね。普段の長編からすると。ああ、だいぶライトに話しましたね。うん。うん。まあ、もともと好きなんでね、こっちがね。うん。うん。じゃあ最後になんか、 こういう話してるんですよって話ちょっと聞いていいですか、最後。最後、うちのラジオはとにかく長いですよ。<laughs> そこか。だから、それをするとアンカリングで、実際長いんだけど、うん、アンカリングでそういうことになっちゃうから <laughs>。<laughs> だって、無理だもん、長くないよって言えないもん、これ。うち。<laughs> 最後に、長いけど楽しく学んで、あっという間に過ぎますよとか、ポジティブにね、うん、終わったらどうですか、うん、<laughs> 長いよだけだったらやばい、ねはい、あの、長いんですけど、皆さんすごい聞いていただいてるんで、楽しいんだと思います。うん。うん、これでいいですか <laughs> まあ、食材のこととか、料理のこととか、食文化のことを、うん、まあ、今日のお話みたいな、その科学的なところとか、心理学的なところとか、いろんな側面から、 切りリリホリホリして気 <laughs> が付いたらなんか歴史のところに行ったら、うん、無限沼に入ってなかなか帰ってこないとか、うん、まあそんなことはあるんですけど、うん、僕たちがやりたいのは今テーブルに並んでるそれは何ですか何を僕たちは食べてるんですかっていうのをあのちゃんと見つめ直しませんかっていうそういう提案ですねはいそのためにやってます当たり前に食べてるけど本当にそれ分かってますかみたいなはいしいですよね、はいうんはい 分かったら楽しいし、分かったらより愛おしくなるし。うん。だいぶ、と思います。ある意味、あの、今日の話に通じるところで、あの、知ってるからこそ美味しく感じるみたいな。その、その食材の背景を知ってるからこそ、あれ、いつも食べてた同じものなのに味が美味しく感じるなんでだっていう一つかもしれない。ああそう、ありそう。確かにな。うん。いや、今日、あの、チョコのアイスのチョコの代わりのことを聞いて、で、 あの、多分これ、収録終わってから、チョコのアイス食べに行くんですけど、その時に、あこれ、海苔なんだなって思いながらも、あの、騙されて、より美味しく多分食べれると思います。<laughs> 知ってるからこそね。そう。確かに。それはあるかもしれない。いね、食べ物ラジオ聞いたら、食べ物美味しくなる。あす、すなわち、<laughs> わちあの、幸せになる。幸せ、ね。<laughs> <laughs> まあ、っていうことですね。はい、そういうことです。はい、いやよかったね。 よかったですね。おさ。落いてきたわ。うん。めっちゃアイス食べたい。うん。じゃあ、うちの時は、あの、アイスをね、食べていただいて。食べながらやっていただいて大丈夫なんで。あ、いいですかあ、そうですね。あ、その音とかもね、入れて。いいのかな、それ。ダメかな。そう、あの、僕らも食べ物ラジオさんの方に、はい。お邪魔して、収録させてもらうんで、この後ね。はい。はい、そちらもぜひ聞きに行ってみてください。 お,待ちお願いします。はい。ということで、今回のゲストは食べ物ラジオの武藤太郎さんと武藤拓郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。